今日はマリオの代わりにマリオカートって言いました。じゃあ、マリオカート8始めていきましょう。今日使うキャラは、どうしようかな。どうしようかな。リンクかな。このキャラ別会ではリンク使ってないんで、じゃあリンクでカスタム考えます。やべ。まあいいや。さ、ステージは、ランダム。お、いいっすね。レート、ドン。まあ、これはでも勝たなきゃならないレートですね。マリオさんが一つ抜けてる感じ。くしゃみ出そう。出ない出ない出ない返すよ。ちょっとスタートできねえし。今日の、この、でけえなベンツでけえ、リンクのベンツでけえ。今日のリンクのこのチューンテーマは、あ、エポナよりハエは変ですね。これエポナよりハエは変。ベンツ乗ってるリンクとかやだな。なんかもう夢も希望もねえわ。でっけえ、マジででっけえ、でっけえ、でかすぎる。リンクのあ、これ前の人あれだな、アミーボ使ってますね。ちょっと運転が粗末だわ。結構ベンツ多くねえかこの部屋。前近くにいたあれもベンツだったよな。兵法もベンツだった。同じタイプの。ちょい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 、あ、早く使えよ。使わないの。アイテム効果しない。ほら消えとけ。クソ無理か。めっちゃガッツポーズしてた。消える、使うなよ。よっしゃ、トライフォースゲットして。トライフォースゲットっていうのがそんなシーンあったっけ。ゼルダに。さあ、コインが地味に回収できてないんで、きっちり回収ルートでいきましょう。さあ、来た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 、ベーンボーン。スリスト拾ったがイカスミは取れない。この仕様はどうにかしてほしい。早くなってんだからいいやろみたいな。なんでだよ。そっち大丈夫か。後ろ大丈夫そう。譲り破産はここでリタイア。俺に任しとけって。日本は俺に任しとけ。前の人離れすぎなんだが、ちょっと離れすぎだな。ちょっと待って、お、ダブルベンツ、しかも同じ色。さあ、同じ日本勢。いや、ちょっと待って、日本のことは俺に任しとけって。日本のことは日本博士みたいな発言になってる。ちょっとはしゃぎすぎ。コールポン吹っ飛ばしてやりたいだけ。ブイブイ言わせる。さあ、3周目でした。やべえ、くそ。全然気づかなかった。裸も。早え、名前がハンドルじゃねえか。強すぎんだろ。2位の日本、マリオさん、ハンドルかよ、まさかの。すげえな。エキサイティ。興奮してます。いや、僕結構ひと夏のマリオカートっていう大会からね、かなりマリオカート動画見てるんで、もうそれ見て、むしろ買ったところもあるんで、結構ね、いろんな実況者さんのね、ネタがね、自然と口に出るっていう。これ、まあ、どっちでも俺勝っちゃうけど、どこでも勝っちゃうな。あ、勝った。はい、1位。はい、1位おめでとう。これちょっと警戒しなきゃいけないんだよ。やたらレート高い。あ、ハンドル消えた。もうドンカマ2003がこれ、さっき1位だったからぶっちぎりで。そこだけ気をつけなきゃいけない。このでっかいベンツビビらしていくしかない。あいつのベンツクソでいけんだけど、ぶつかったらやべえわ、みたいな。ここ。そや、リンクの説明全然してなかったけど、なんかもう足が若干はみ出てるんだけど、どのカード乗せても大体足はみ出てるんだけど、リンクは、あれです。重量級ですね、一応。区分としては。きっちりあの人は、コイン回収してんな。あれ、モサだぞ。重量級で、ロイとか、ロゼッタおばさんの同じ、あー、無理えぐすぎる、今のバナナ。ダメだ、クソ、スピードが足りねえ。最近ダメだな。これ防御で剥がせねえ。後ろなんだ、後ろ何持ってねえや。ほら、防御間に合うかな。間に合わないんですよ。間に合わないように打ってるからね。効かない。置いたところかなりうめえが。うおー、来てる、かなり来てる。すまん、兵法、許してくれ。これはいいんすか、自分こんな1位取っちゃって。これかなり余裕あるんで、コイン回収していきましょう。まあ、一番いいのはここで、バナナじゃねえ、キノコ、バナナ。言い間違いだよ。うわー、ダ
こうミニターボ食べて即時に速度回復。さあ後ろに迫ってきてる、一応捨てよう。ああしまった。まあいいか、捨てた方がまだいいか。あの鈍感さんマジで早いからちょっと気をつけなきゃいけないな。後ろがキノピオ。さあここちょっとショートカットアイテム。うわちょっとラッキーラッキーラッキー。うわスター使え。これスターで確かいけるから。ここはあぶねえ。機動修正ナイス。コイン使っちゃおう。さあちょっと前見えねえ。早すぎだなあの人。ドンカマさん早すぎだな。ちょっとこれおら、まあまあ9大点ぐらい。あちょあ逆算切ってる。やばいよやだよ。キノピオに負けたんだよ。おら俺がスナイプじゃん。これがくそ、よっしゃくこれがラグも見越した。おら行かせねえよ。俺が2トンじゃ。うわこのコース。あキノピオぶつかってる。いや最後のウィニング、ウィニング、まあウィニング、まあ一応ウィニングか2位だったらウィニングショットでキノピオミドルコアぶつかってた。すまねえ。いやでもいい勝負だったな。いやーこれ生えない1位の人レベルやばいわ。まあとりあえず2位だからいいでしょ。まあまあまあなんか一応面目は保ったみたいな。でもちょっとショートカットやっぱまだ練習足りないな。割りスタ来ちゃうと勝てない。よっしゃやったいいね。まあでもピチさんはみんな得意だからな。ここはねみんな得意で、この得意同士の対決みたいな感じになるから、ここみんな好きでしょ。ピーサス嫌いっていう人なかなか。ハンゴンの人はどうなんだろう、苦手なのかな。ここカート使ってたら比較的みんな好きなはず。これとりあえず1位取りてえな。1位、2位じゃなくて。この人早いからな。アイテムは取れない。ちょっと大回りしていこう。うわ、ちょ、押すな、押すな。ほら、押したってさ、二人ともコースアウトするっていうさ、良きなき目に遭うんだからさ。これ間に合うか。ちょい、邪魔なんだよな、ちょうどな。ちょうど邪魔なんだよな。おら、すまん。よし、あのさっきの恨みを、今こそ晴らす。よっしゃ。あの、このパックン中のサンドリ有効なんで、押しっぱなしにするときはサンドリした方が。うわぁ、えぐい、ドンカマ。これもいいアイテムですね。これいいアイテムですよ。これは、ここちょっとサンドリ一回貯めて、加速した後に抜く。オッケー。コインも10枚あるし、コース取り負けてなければ、走力負けてなければこのまま走れますね。走力負けてない。負けてないとは言ってないみたいな。オッケー。ちょっと膨らんだか。後ろ捕まってくんねえかな、ドンカマさんが。やべやべやべ、どやべんだよな、うめんだよな。気抜けねえんだよな、あれじゃ。くそ、勝ちて。あー今ミニターボ止まなかったか。結構離してるか。オッケー、いい感じ。こんなバナナ邪魔。ここ膨らんじゃうな。ここ膨らんじゃうの結構痛えな。オッケー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 。いいよいいよいいよ。まあ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 、急大手急大手。緊張してきた。緊張してます。ふっ。ふわいい。オッケー。かなりについてる。いいよいいよいいよ。オッケーいいよいいよいいよ。オッケー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 。いいいい。結構話してる。結構話してる。ドンカマさん結構話してる。はえんだわな。実力拡充してんだよな。いや白昼っていうか若干うまいんですよね、ドンカマさんの方が。ミスしないから俺よりも。いやこれラッキーっすね。これはかなりアイテムリセットになってくれるから。よしここで、よっしゃー、いただき。ほらもうめっちゃ喜んでる、リンクも。もうなんかこんな喜んだリンク見たことないみたいな。ゼルダ姫助けた時もこんな喜んでねみたいな。僕は完全ムジュラと時岡世代なんで、まあなんかキリッとしてる。いやさっき走ったじゃん、よしさ。みんな好きだな、よしさ。新コースの中で走ってて、かなり楽しいステージではある。さあその思いと裏腹に、なんだっけこれ、ウォータースライドパークだっけ、なんかそんな感じの。そんな感じのステージですが。ここは僕ね、あんまり、
まあ、走る機会がそんなないんです。ここはあんま選ばれない、正直。久々に走る気がする。ここはね、結構ねじれできると差がつきそうなステージだよね。もう俺はできない。差はつかないみたいな。しかもスタートダッシュ失敗してるみたいな。ウケる。ここちょっと抜けてえな。お、ちょっと待って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 ってよー。くそー。前走られちゃったらきついな。危ねえ危ねえ危ねえ。オッケーオッケー、スリスト拾った。拾ったか。あー、これちょっと。うらー、しゃー、回転切りじゃこれが。見たか。リンクが回転することでそのなんか空気がこう裂けた。もうこうさあっつってでーよし来た。悪くはないアイテム、悪くはないアイテム。でもアイテム交換したいな。これできるかな。俺が早すぎちゃって無理かも。早すぎだな。あ、結構右ターボ違うよな。頭2つ抜けてる。後ろはクラクション持ってるんでそんなに怖くないところ。ゆずはさんの方が怖いな。あのキープバナナなんで、あのキープバナナはよ。おい、アイテム、あ、くそー。あと1秒早かったらな、かなり暖かかったら。まあ行ってもしゃあないんで、とりあえず1個も早くアイテム回収して。これね、1位2位が頭抜けちゃってるんで、これね、後ろ結構攻撃アイテム出ちゃうんですよね。でそれが食らうのは俺っていう。出ちゃうもんな、こういうアイテム。とりあえずコイン10枚にしとこう。赤コーラ来てんな。まあ、しゃあないしゃあない。リカバリー。これ1位完全に頭抜けちゃう構造ですよね、1人。厄介だな。おい、ちょいちょいちょい。うわー、くそ、最悪だな、もう。使ってくれ、連打してくれ。ぜひ連打してくれ。もう、行かせるかよ、もう。俺が2位取るんだよ、ちょっと。もう1位は置いといて、2位にはなりたい。もうこれね、トゲゾーがいかないと無理、正直。あー、完全な、やられたよな。これは、微妙、無理じゃん。あ、ワンチャンないな。これで、くそ。まあ、トータルいい順位だったんじゃないですか、これ。まあ、まあまあいい順位だったよ、トータル。というわけで、あ、エポナより早い乗り物を見つけたリンク編は、これにて終了になります。ここまでご視聴ありがとうございました。また次のパートで皆さんお会いしましょう。では失礼します。バイバイ。